長崎は今日も雨です。そんな長崎の中華街から明太キットからのお知らせです。九州プロレス長崎県で2大会開催いたします。まずは島原を元気にする場合、11月26日です。こちら島原市有明体育館で行います。そして12月17日日曜日、平和会館ホールで長崎を元気にする場合開催いたします。両大会とも15時から開催です。皆さんぜひ長崎大会、長崎県を盛り上げますんで観戦しに来てください。以上、雨の長崎から明太キットのお知らせでした。